ちは、片桐咲です。さあ今日はですね、日常生活でできる金運アップのコツについてお話をしたいと思います。金運アップはいろいろあるんですけれども、これはねちょっと皆さんに普段意識してほしいことですね。でその前にですね、今日は土の富の日っていうね日だったんですけれども、さらにね結構お財布についてね質問がいろいろ来てますので、それについてねちょっと先にね回答したいなと思っています。今日は土の富の日でしたよね。新年のね動画でもお話ししましたけども、60日に一度のね身の日がパワーアップした日なんですけれども、で今日私もねちゃんと銭洗い弁天にお伺いしまして、真剣をねたくさん洗ってきました。でこれをね初期設定のお金としてね新しいお財布に入れたいと思います。でお財布についてはね今回ねちょっと公開しようかなと思っています。で実はですねちょっと今回ねついつい予定外にね2個になっちゃいまして、で1個はもう買ってあるんですけど、1個はちょっとね実はまだね心が定まってないんですよね。でちょっとね微妙な状況なんで、とりあえずね2個揃ったらね公開しようかなと思います。1個はもう先にね開封動画撮ろうと思ってるので、なんで2個買っちゃったのっていうね、別に小銭入れても何でもない、両方とも普通のお財布なんですけど、そう、でもねちょっと見ればわかるかと思います。1個はちょっとお遊びというかね、ちょっとかなりねもうちょっとね見ればわかると思うんで、ちょっとまたその時にいろいろご説明します。ちゃんとね金運ポイントもあるんですけど、それだけだとね、それはちょっと2つ折りのと長財布なんですけどね、2つ折りのだけだとちょっとね金運アップに足りないなって感じなんで、やっぱ長財布はやっぱねちょっと他のはね必要だなっていう感じがありますので、そうちょっとまだね具体的に説明できないですけど、ちょっとタイミング見てね出そうかなと思っています。でね、あらかじめ言ってなかったんでね、私も初期設定でそれ使いたかったって方いらっしゃるかもしれないんですけど、次はですね60日一度来ますので、3月の22日が土の富の日なんですね。でこの3月22ってね実は大安でもあるのですごいいい日ですよ。大安で土の富の日なんで、でこの日でもね31日までにね9日以上ありますので間に合います。で別にね正直言って別に使い始めた後でも全然いいので、その後はね5月に来ますから、またね土の富の日がね、そしたらその土の富の日に銭洗弁天に行ってお札を真剣ね洗って入れればいいし、小銭も洗えばいいし、新しいお財布使い始めてたら私はお財布もねちょっと洗っちゃうんですよ。皮はね本当にちょっとあんまり良くないんですけど、水とかつけちゃうとほんのちょっとねやっぱり洗っちゃったりしますので、お財布ごとねですから新しいお財布来てからね行ってもいいんじゃないかなと思います。私はちょっと今回たまたま行っちゃったんで、これ初期設定のね時にもう使っちゃおうと思ってね、手に洗った真剣をもう初期設定用にねもうお財布さんに入れますので、ゆっくりね寝てくださいっていうしばらくおねんねしますので、お財布さんがね3月31日までゆっくりしてくださいっていう感じですね。先にね開封動画撮ってね揃ったらね皆さんにねちょっとご紹介しようかなとも思っています。あとねお財布についていろんな質問が来てるんですけれども、使い始めについてはですね3月31日が皆さんね使い始めると思うので、3月にねまたお話ししたいと思うんですけど、小銭入れね買う方もいらっしゃると思います。で小銭入れの場合はお札についてはね他の動画でも説明してますのでご覧いただきたいんですけど、初期設定ですね、小銭入れはね私はやっぱり小銭入れも寝かした方がいいと思うんです。初期設定の目的というのはお財布に吸収させることなので、寝かした方がねいいかなと思います。どうせねただ置いとくだけよりもね寝かしといた方がいいと思いますので、でその金額はドクターコパさんが言うには115円がいいというふうにねおっしゃってましたので、天下を取る数字ってことでね、あと他にもねいろいろ開運数字はあるんですけど、別に他の数字は小銭のねお金に使わなくても違う銀行口座の数字とかいろいろね使い道がありますので、そのねドクターコパさんのもね参考にされてもいいんじゃないかなと思います。あと結構もろもろね来てたのはカードはね入れたらいいですかとかいろいろあったんですけども、とりあえずですね使い始めるまでは入れないでくださいね。カードっていうのは基本的に貯めるもんじゃなくて消費するものになっちゃうので、お財布を使い始める前には入れないでください。使い始めた後に入れてほしいです。でそのこともねまた使い始めの動画ね3月にまたアップしますので、その時いろいろねお話をしたいと思います。ぜひね土の富の日もね皆さん生かしてみてくださいね。で今日のお話ですけれども、金運アップするために普段から皆さんがちょっと気をつけて意識してやっていただきたいことというお話になります。
で結構ね、お金がない時って皆さん多分焦りとかね、不安とかがすごい出てくると思うんですけど、まあもちろんね、焦って不安になってね、お金が引き寄せられればいいんですけど、現実的には引き寄せの法則から見ると、焦って不安になると、その感情がね、いつもキーエネルギーの話してますけど、その感情がエネルギーとなって焦りや不安を引き寄せるわけですよ。逆に機運は下がるんですね。ですから、お金がどんだけない時でも心が豊かにいるっていうのがね、すごい大切なんですけど、で普段からね、ちょっと意識してやっていただきたいことなんですが、結構ね、多分皆さんお金がない時って節約すると思うんですよ。倹約とかね、普段よりもちょっと安いものを食べようとかね、普段よりもちょっと安いものを買おうっていうふうになると思うんですけども、金運の面で言うと私はね、逆だと思います。で節約をするのがね、すごい好きで、趣味の方だったらいいと思うんですよ。楽しくてしょうがないんだったら、楽しいっていうね、感情がね、もうそれはもうプラスの感情なので、その感情がね、エネルギーとなってね、いいものの引き寄せになるので、楽しいんだったらいいです。心からの趣味でね、節約が生きがいだみたいなね、ウキウキしてんだったらいいんですけれども、ですけどお金がなくても閉塞感でね、節約してる方っていうのは気持ちが縮こまりますよね。そうするとね、気持ちがね、小さくなっちゃうと思うの で、そうするとやっぱりそれが金運に影響しちゃうんですね。むしろね、節約をするんだったらね、節約はしないでお金稼いだ方がマシだと思うんですよ。節約をするっていうことで、お金がないってことは潜在意識にすり込まれやすくなりますので、私はね、おすすめしないです。例えばね、そのバーゲンとかセールで、もともと高いものが安くなってた場合はね、いいと思うんですよ。お得だな、ラッキーみたいな感じでね、そういう気持ちにもなるし、いいと思うんですけど、物の質のね、レベルを下げるっていうのはやめてほしいです。値段、お金がないからといって、物のレベルを下げちゃうと、クオリティを下げちゃうと、その下がったところにね、見合った自分になっていきやすいんですよ。やっぱりいつもね、キーエネルギーのお話してますけど、すべてのものにキーエネルギーがありますので、そのクオリティのね、低いエネルギーに慣れちゃうんですよね。で逆に言いますと、普段からちょっと自分には高いかなと思うものを食べたり買ってほしいんですね。ちょっと高い洋服を買うとか、ちょっと高い食べ物、牛肉でもね、ちょっと高いランクのね、牛肉を買うとかしていただきたいんですよ。で場所とかもね、できるだけちょっと高い場所に行ってほしいんですね。でそうするとだんだんですね、その高いレベルに自分が合ってくるんですよ。その高いレベルの波動というか、高いレベルの波動にその自分が馴染んでくるんですね。最初はちょっと高いなと思うかもしれないんですけど、そのレベルが普通になってくるんですよ、だんだん。そうするとその自分の感覚も、これぐらいは私は普通の人だなっていうふうになるんですね。例えばその今の年収に合わせて、今の月収に合わせた買い物をするっていうなると、現実的なんですけども、そうするとその月収の中っていう設定がもう決まっちゃってるんですね。そうするとその月収をなかなか超えにくいんですよ。逆に言うと、普段からちょっと高いものを買ったり、ちょっと高い食べ物を食べたりすると、それに合わせた月収とか年収になりやすくなるので、少しね、そのクオリティを上げることで、そのクオリティに見合った自分っていうね、設定ができるわけですよ。その設定っていうのが潜在意識の中に、自分の中にね、できてくるんですね。でもちろんね、そのクオリティのね、高い波動にも慣れてきますので、波動とかエネルギーってね、移るってよく言われてると思うんですけども、それにね、触れてるとね、やっぱり自分もそれにね、だんだん、種に交われば赤くなるとも言われますけれども、だんだんエネルギーはやっぱりね、感化されてくるわけですよね。ただね、それでもお金が心配な方もいらっしゃると思うんですけども、でそしたらね、その物の量をね、減らすとかね、買う物の量は減らすけど、クオリティを上げるとかね、そういった風にね、していけばいいと思います。ちょっとね、ここはね、逆説的というか、現実的なね、観点からしか見れない方は、ちょっとすごく不安だと思うんですけれども、でもそれはその見えない力とか引き寄せとかそういうのがね、信じられてないからだと思うんですね。結局前からお話ししてますけど、お金はキーエネルギーなんで、結局ね、自分の周りのものとかもね、キーエネルギーがいい方がいいんですね。結局ね、エネルギーがね、引き寄せにもなるので、自分の周りのね、ものたちのね、エネルギーっていうのもね、影響大きいんですね。でお金っていうのは別に働かないと入ってこないもんでもないですし、私ちょっと渋谷のラジオとかでもいろいろ話してますけど、本当ね、変な話ね、天使さんにね、助けてもらうとか、見えない存在とかね、自分でも引き寄せとかで働かないで引き寄せたりしてるんですよ、本当に。働かなきゃ入ってこないって思ってる方はそうなっちゃうんですよ、それが引き寄せになっちゃってるので。だけど、実はもうミラクルは当たり前というか、ミラクルは普通にできることだと思って、でも全く想像もできないし、全く今までの考え方では考えられないけど、でもなんか、
でもなんか入ってくるんだなとかね、でもなんかなんとかなるんだなっていう風になっていくと、だんだんそういう風に現実もなってきます。でこれね、本当にね、慣れてない方は全く分かりにくいと思うし、今までのね、地の時代のいかにも積み上げる努力をされてきた方には本当にね、びっくりするような真逆な発想だと思うんですけども、でも昔からやってる方っていうのは全然いますよ。でそういう感じでね、全くね、ちょっとやり方を変えてほしい、次元を変えて、これから新しい風の時代なんで、もうそれこそ努力でガツガツやるとかではなくて、引き寄せとかね、エネルギーとか波動とかで豊かさを引き寄せるというかね、そういった方向にね、シフトしていただきたいんです。見えない存在とかも天使様に助けてもらうとかね、そういった感じでね、やっていただきたいんですよ。でそこら辺はね、だんだん慣れ、最初はね、抵抗があると思うので、今までのね、価値観が変わるわけですから、だんだんね、慣れていっていただきたいと思います。私なんかで言ったらね、本当お金困るときはね、まあ、数十万円だったら私自分で引き寄せられますので、今のところはまだ数十万ですけど、まあ、多分必要があってね、まあ、やろうと思ったらね、もう数百万とかね、数千万とかいけるかもしれない。ここら辺はまず制限を外せばできると思いますので、まあ、引き寄せのね、法則でやるんですよ。本当に。まあ、それまたそのうち話しますけど。まあ、数百万だとね、まあ、今のところはね、神様とか天使様とかのね、お力ね、貸していただいてる感じなんですけれども、どんなんだって感じですけどね、働けよって感じなんですけど。で、その時とかね、例えばね、たまにね、あ、お金やべえってなるじゃないですか。で、そうするときに、まあ、タロットとかするんですね。そうするとね、タロットの返事として、天使さんが助けるから待っててってなるんですよ。でね、本当に大丈夫と思ってね、また心配だからね、もう一回何度もやってみたんですね。天使さんが助けるから待っててってまた出るんですよ。それでね、またもう一回やったらね、もう信じてみたいなね、私を信じてみたいなの出たんですね。分かったよ、もう天使さんが助けてくれるんだから待ってるよって言ってたら、まあ、1、2ヶ月後にね、またね、まあ、数百万入ってきまして、あ、これでもう1年間大丈夫だなって感じになりましたね。本当ね、働けよって感じなんですけど、もう働かずに、働かなくてもお金はエネルギーなんで、入ってくるときは入ってくるんですよ。そこら辺ね、全くね、信じられないと思うんですけど、そんな感じで、エネルギーだってことをまず覚えてください。っていうことは皆さんが普段からそのちょっとね、いいエネルギーに触れていくってことで、普段からちょっといいものを食べる、いいものを買うっていう、今の自分よりもね、一気にすごい高くしなくてもいいですけど、ちょっとね、ワンランク上にしてみるだけで、そのエネルギーにだんだん慣れてくるんですよ。逆にそのね、クオリティを下げちゃうと、その下がったクオリティの自分になりやすい。下がったクオリティのその下がったエネルギーの自分になっちゃうので、そうするとね、お金を引き寄せにくくなりますし、自分の潜在意識にもね、自分はこの程度の人間だみたくなっちゃうので、ちょっとね、上げてほしいです、普段から。これをね、ちょっとね、意識してやってみてください。ただね、その時にね、一気にね、値段を高く上げすぎちゃうと、そこでね、気持ちの面で潜在意識でも、すごいギャップが出すぎちゃって、抵抗感が出ちゃうんですよね。そうすると自分でその無理をしてる感じが出ちゃうので、心の中にちょっとここまで買っちゃったけど大丈夫かなって逆に不安がよぎっちゃったりとかねしてなっちゃいますので、その抵抗感はね出ると、それもやっぱりエネルギーになってね、悪い引き寄せになっちゃいますので、ちょっとね、ちょっとだけってことでいいです。ちょっとずつ上げておけばいいので、一気に上げるとその抵抗感が出ますから、ちょっとね、今よりも少し高めのものを買うっていう風にしていっていただきたいと思います。最初はね、ちょっと怖いかもしれないんですけど、お金使って大丈夫？こんなお金ないのにっていうね。こんなお金ないのにって現実は見ないでください。現実見ても、引き寄せらんないです。それは現実の維持になっちゃうので、今の維持じゃなくてもっと上がりたいわけですよね。そしたら上がった方の自分に合わせてください。ということで今日はね、ちょっとね、普段から気をつけていただきたいこと、金運アップに気をつけていただきたいことをお話ししました。それではまたぜひご覧ください。風の時代に色の波動で羽ばたく開運するオンラインプログラム、2月12日スタート。風の時代に色の波動で羽ばたく開運するオンラインプログラム、2月12日スタート。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time!